はい、今はね台風でございます。台風チャンスが宮古島に来ております。でも暴風域に入るんじゃなくって強風域です。はい、なので宮古島にそんな被害はないとは思うんですけど、今日はね台風なので、私のお父さんお母さん、私お仕事休みなので、これからちょっとねお出かけしたいと思います。おう、から、今日の YouTube は台風の一日台風で台風でどんなことしてるか、台風でどんな風に過ごしてるのかっていう一日です。まあ、今回はね、あの台風ってあまり被害がない時の一日なので、そうそうそう、ゴーゴーカレーとリュウグウのコラボだって、このゴーゴーカレーっていうのが東京で人気なわけ。これとリュウグウがコラボしてる。これドレッシングキャベツやん。これどっちでするの？こっち？これ入れてすればいいわけ。こっちすんの？こっち？こっちみたいな。ちょっとこうやればいい。どうも好きかもね、こういうの。え、なんであとこれ入れてる？これ入れないよ。これキャベツ用のソースだよ。あ、そうなの。これキャベツ用のソース。これ何入れるの？え、とんかつソース入れるやつ。とんかつソース。これ何？油味噌。あ、美味しそう。豚味噌だね。このとんかつソースを重っ入れる。あ、見て、なんかお酒の亀みたい。お母さんの分。もう一杯足りる？このいただきます。あ、ちっちゃく切られている。ほら、美味しそう。すごい、お弁当売ってる。しかも安い。キッズ弁当300円。え、天丼とかチキン南蛮、カツ丼。これ美味しそうじゃん、これ。ね、500円だって。安い。全部500円。ジャンボだけ800円。ハムスターのね、トイレの砂を買いに来ました。330円。ちっちゃいの、大きいのって。じゃあ、それ買いましょう。これ買ったらもう、今日の買い物私は終わりに。ボーリング場に来ました。台風の時はね、おーすごい上手。台風の時はね、カラオケとボーリングが人気なんだけど、今コロナでね、カラオケ空いてないので、父さんお母さん私3人でボーリングに来ました。見て、1ゲームのこの低レベルの争い。久しぶりにこんな悪いスコア取った数年ぶりに。次ゲーム。はい。ラウンド2でございます。
母さん、私、お父さんに待ちました。お疲れ様でした。練習しに行こうよ。久しぶりにマジ、その調子の悪いスコアですね。はい、ということで、お家に戻ってきました。台風ね、帰ってくるときは、もう風もね、収まってて、雨もね、降ってなかったです。多分夜にちょっとだけもう一回降るぐらいかな。そうそうそう。そう、お昼ご飯食べ過ぎた。はい、まだね、お昼の3時なので、今ね、僕のヒーローアカデミアっていうアニメにハマってるので、そのアニメを見て、ゴロゴロしようと思います。私たち地元民の台風の過ごし方は、こんな感じで、そんな直撃というわけではなかったので、そんな被害はないので、そういう時は基本お店いろいろ開いてます。ランチとかはやってるところやってないところがあるんだけど、基本ファミマとかコンビニとか、あとボーリングセンターとか薬局とか、そういうところはね、開いております。あと仕事のところは仕事かもしれない。私は休みだったんだけど、友達とかはね、普通に仕事って言ってたので、そんな感じですね。はい、いつもだったらね、カラオケとか空いててみんなカラオケに行くんだけど、でも今回コロナでね、カラオケは閉まってるのでボーリングに行ってみました。お父さんに負けました。そして知り合いが何名かいました。みんなね、行くところは一緒みたいです。宮古島の台風での生活こんな感じなんだ、へーって思ったらね、ぜひいいねお願いします。私ね、大好きな旅行アウトドアについてこの YouTube に上げてるので、もしよかったらチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。 Instagram、Twitter もしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。 OK guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. Ciao ciao.